こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。田舎で朝を迎えた。ホンドルは心地よい暖かさでとても気持ちよく眠れた。外はいてつく寒さ。僕らは近くを探索することに。別に何かがあるわけじゃないけど、都会から抜け出した僕らはただただ歩きたくなる。澄み切った青空と枯れ果てた大地のコントラストが何とも言えない味わいを醸し出す。向こうの方に動物が見える。牛さんだね。どうやら子連れの家族みたい。田舎はみんなが顔見知り。奥さんの生家に向かう。以前も動画で紹介したことがあったけど、その時は外から眺めるだけだった。今回は家の中まで入ってみるつもり。今も住んでいる住んでいないは別として、ご自分の生家が残っている方はいますか？生まれた時の家という意味で言えば僕は残っていません。昔村の人たちが使っていた共同井戸が今もまだ残っているって。奥さんは体も小さく、子供の頃の水汲みはなかなか大変だったみたい。
辺りを見渡しても畑しかないけど。見つけたって。あの蓋がされている場所だね。ポンプで汲み上げるんじゃなくて、棒の先につけた桶を落として汲み上げてたみたい。朝になると水を汲みに行くってことが当時の何気ない日常だった。聖火に到着。この家は途中で手放して親戚に売った。その親戚は旦那さんが早々に亡くなり、奥さんは訳あって精神病院に。今は空き家となっている。あ、よし。え、大丈夫。へえ。クモの巣いっぱい。同じ場所を撮った1998年の写真。天井は落ち、屋根がむき出しに。奥さんの思い出のものがあるわけじゃないけど、この空間で過ごしたのは事実。お父さんが郵便局勤めしていたこともあって、この村で一番初めに電話を引いたらしい。いろいろな人が電話を借りに来たけど、お母さんは一度もお金を受け取らなかったという。空き家になったままだから、トイレの設置も中途半端で完了していない。でもトイレの下がこんな風になっているって構造が知れたからラッキー。ボットン便所のままで水洗トイレになるのにはまだ時間がかかりそうだね。子供の頃、洗濯をしていた場所に連れて行ってもらった。以前も川は見たけど、
実際に選択していた当時の場所にはたどり着けていなかった。当時は湧き水が出ていたらしいんだけど、もうほんと凍ってない。でも凍ってないよ。这水怎么这么多垃圾呢？这儿就加压，哎呀妈呀！现在怎么加压了呢？我现在我要都不带洗衣裳。啊，今嘛もう洗えんくないじゃない？まあそうだろうね。でもそこからね、うん、もうずっと湧いてる。どこ？止まらない。昔はもっと水が多くて、ゴミは全くなかったとのことだ。川の底も泥ではなく、砂と石で水は澄み切っていたとのこと。冬も凍ることのないこの場所に村人たちが集まり、お母さんたちが洗濯をした。我这块垫个衣服这样啊，你说去去加洗加加加呀。哇，小时候真的，哎呀妈呀，别弄一些脏东西，阿姐别得。哎，门头门口啊，暖和点。おばあさんは川に洗濯に、なんて昔々の物語の世界だと思っていたけど、たった数十年前までそんな日常がここにあったんだね。